宇つ友あるいは一友は、日本の弥生時代三世紀に、三国史、義史は神殿中の山大国をととした和の女王、卑弥呼の僧女にして、卑弥呼の後を十三歳で継いだとされる女性である。義史は神殿中では、一友であるが、後代の書である、両書は国伝、北史は国伝では、打つ友と記述されている。代あたえは、打つ友の代用表記であり、いよは、 一ともの新字体表記である。うつともの表記、読みについては、異説が多く詳細は後期。三国史義書等遺伝の和人の上、では二者本系統とも、一ともと記載されている。発音は、いよか。新字体では、いよ。両書書遺伝やまと、北史等遺伝などに記述。新字体では、大与え。発音に関する議論、うつともを、とと読むのが通説となっているが、 これには議論がある。義式の編纂が後者二書に比べ大きく先行している。三書はいずれも義略を元にしていると考えられる。義略には他の書に引用された逸文が残っているが、そこには該当部分は存在しないため正確にはどう書いてあったのか不明である。義式は人伝によると、聖史八年に大砲軍大使として王旗が着任した。和国は、 大宝軍へ、はじめ各から少しら死者を派遣し、親際王の女王ひいよいよ子に未だ従わない、苦な国の団王卑弥呼子を攻撃中であると報告した。大使は、最早上司の長生らを派遣し、少子及び行動をなしめに授けて、和平を仲介した。後に、女王卑弥呼が死ぬと、計百余4府の大きな塚を作り、土肥百余人を巡走した。ところが、 後継者として立てた団を不服として、国が内乱状態となり、1004人は中殺し合った。改めて引くいよいよこの僧女である、一ともを13歳の女王として立てた結果、和国はついに安定した。長生らは、一ともに対し、劇文の内容をわかりやすく、具体的に説明した。一ともは、和国大部立全中郎、進むの駅役ら20人を随行させた上で、 長生らを帰還させた。その際、男女育児三十人を献上するとともに、白玉五千個青大曲玉二枚及び、異分雑金二十匹を見継いだ。とされる。長生が輪に渡った生死八年から、卑弥呼の死と一ともの多い継承は、それほど年月が経っていないと思われる。日本初期の神宮記に引用される、進む期居中に、大発二年に、 和の女王の使者が長考したとの記述がある。現存する新女武定紀都市遺伝では、266年に和人が長考したことは書かれているが、女王という記述はない。卑弥呼神宮皇后説にもあるように、江戸時代にはこの女王は卑弥呼と考えられていたが、卑弥呼は249年までに成去してしまっていることから、近年ではこの和国女王は、大、 与えのことであると考えられている。なお、この聖死10年は、中国では早々に始まる宋史の儀から、芝居に始まる芝市の進むへ、全城革命が行われる265年12月に至る契機となった年である。この朝考の記録を最後に、中国の司書から、山大国や和に関する記録が途絶え、次に現れるのは150年の後の激九年の和王さんの朝考である。 大野体と後の山和王権との関係は諸説あってはっきりしない。人物の否定については諸説ある。大野体を誰に否定するかという議論は、卑弥呼が誰であるかという議論、山体国がどこにありどんな国家に受け継がれていったかという議論と切り離すことができない。ただし、卑弥呼と共に危機に登場する人物とは限らないことに留意すべきである。卑弥呼を アマテラス大臣に否定する場合の説。ヨロズハタトヨアキツシヒは、高見むすの娘。アマテラスの息子アメノオシホミミの命と結婚し、天日、名命とニニギ命の母となった。アマテラスの極めて近い親族で、名前の中にトヨの文字がある彼女を、うつともに否定する説で、安本美天が、審判、ヒミコの謎で述べている。彼女はアマテラスが、 主催神である、伊勢神宮の内宮の、愛、殿神の一人であり、安本はそれをこの説の根拠の一つとしている。桂川光一が唱える説。終わりし、海賦市の祖彦姫へ、七世孫立初墨命の子、天根と姫を、うつともとする説。この人の二世代前に姫子と思われる、姫命がある。石原洋三郎の説。十三歳の大野体が登場した際。 卑弥呼は少なくとも70歳以上で没したと考えられ、その年齢差は60歳以上と考えられる。両書は国伝、北史は国伝によれば、生死年間、卑弥呼が死に、さらに弾王が立つが国中が服さず、さらに互いに中殺し合う。また、卑弥呼の僧女である大野体が立ちようとなる。その後、また弾王が立つ。とあり、大野体は短命かもしれない。 豊玉姫命は、天照大御家の彦である山幸彦と結婚をしているが、うがや吹き合えずの巫女を出産した後、山幸彦の元を去っている。主人天皇の御子である、豊月入姫命に否定する説。天皇の命で、天照大臣を祀った、初代西宮が、うつともに当たるという説であり、この説の場合は姫子を、 和石石碑百重ね姫命と否定することが前提だが、姫子を和石石碑百重ね姫命に否定する説は、橋墓古墳の研究などから勢いを増している。神宮皇后の妹の豊姫に否定する説。秘前国風土器の新明町頭中に、神牢三十代、金明天皇の今日年行進、秘前国佐、家軍、ともとめ姫が見守る座。一名、豊姫。 とあり、ともとめ姫神社の祭神。日本神話の天の岩戸伝説の前後の、アマテラス大臣は別の人物であり、それぞれ、卑弥呼と大野体であるという説。この説を唱える者は、卑弥呼没年前後1月の会期日食によって、岩戸隠れの神話を説明しようとすることが多い。直接に明示された説ではないが、日本初期は、神宮皇后の在位機間を、わざわざ、 卑弥呼と、大、与えの両方を含む年代に設定しており、日本初期の編纂に携わった人々は卑弥呼も、大をどちらも、神宮皇后のことだと考えていたと推定できる。ありがとうございます。